どうも、こなまるです。きーたろです。今日は、Amazon プライムで公開されているプロデュース101ジャパン、JO1 誕生までの奇跡、ディレクターズカットの話をしていきます。で、タイトル長いよ、まず。そうね、長かったね。まあ、日プ言うても結構見てるじゃん、うちら。なんだろう、うちらが YouTube 始めてもちょっと見返したりしたし、そう、でもなんかこう、私はね、JO1 だけっていう目線で見たのはやっぱ初めてだから、まあみんな当たり前か。うん、すごい見やすかったね、まずそもそも。凝縮されてたよね、ギュッとね。そうそうそう、なんかまあ、ステージがね、全部流れないのが、ちょっと皆さん的にも、まあ私的にも、あそこで見れないのか、YouTube 見なきゃいけないのか、みたいなさ、せっかくならね、うん、全部ステージ見たいじゃん。そうだね、流れで、あの流れで見たかったよね、ステージまで。うんうん、まあでもすごいなんか紹介のやつとしては結構いいやつだから、なんかほんと今から J1 好きになりました、何から見たらいいですかって言ったら、これどうぞって言えるからめっちゃいいよね。うん、確かに入門編、ジャムの入門編みたいになりそうだね。日プって12話あって結構長いし、1話が 2時間ぐらいあってさ、でさらにどんどん知らない方出てくるじゃん、その J1 から入った人は、うんそうね、だからね、これがとてもいい入門編だということで、まあ見たんですよ。まずは1,2話、エピソード 1,2 について話していきたいんだけど、まずみんながさ、ちょっと顔つき、なんかちょっと戦闘態勢の顔だよね、みんな。うん、なんかまあ初々しさとかあどけなさみたいなもちろんあるんだけど、うんうん、なんかステージとかになると本当キリッとしてめっちゃシャープっていうかさ、もうそうだね、ギラついてたよね。いや、そうなん、ギラつきのギラつきでみんなギラギラだよね。いや、そうな、もうほんとレン君なんて髪も銀色で銀ギラ銀だしさ、うんうんうん、そう、なんかね、懐かしさもあり、いやー、かっこよかったわみんな。うん、いや、今の JO1 も大好きなんだけど、やっぱ日プ、いや、オーディションってやっぱちょっと特別だよね。いや、特別だね、マジで。最初の2日目の、あ、なんだっけ、2日目のパフォーマンスビデオから日プってバーンって公開されたじゃん。あの時の最初にくるってこっち向いてきたレン君のなんかもうインパクトがさ強くて、なんかそれめっちゃ思い出した、うん、いやー、わかるわ。なんかさ、日プってさ、最初、まあ、正直さ、なんかまあプリューシリーズがあって、うん、で日本でもプロデュース101シリーズやりますってなって、なんかちょっとさ、うん、どこか半信半疑みたいなとこあったじゃん。いやいや、もう半信半疑どころか、ちょっとなんか無理無理みたいな無理無理って思ってたんよ。そうそうそう、いや、わかる、正直ちょっと日本で持ち込むのとか思ったけど、うん、もうあのくるっと振り返ったレン君の姿で、ああ、これは大丈夫だなみたいなとこあったもんね。わかる、え、めっちゃいいじゃんみたいな、やばいこの人みたいな。うん、そう、なんかギラつきすごい、ダンスうまダンスうまダンスうまって3回ぐらい思ったもんね。そう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 、なんかいいよね、なんかプロフェッショナル感っていうか、なんか妙、変にそのオーディション番組のなんかぬるい感じじゃなくて、うん、なんかあそこでバチッとかっこよくて、うん、そのダンスできる人置いてきたから、うんうんうん、なんかあれで信頼感得たよね、日プ。いや、マジで、ほんとそう、ほんとそうだよね。いやー、でもね、この話もうちらね、多分 YouTube で50回、100回、1億回ぐらいしてんじゃないかな、もう。いや、マジ。めっちゃしてるよね。いや、これ、こう、つかめで心つかまれた話めっちゃするよね。もうほんとさ、言いたいもんね、これ、毎回。そう、何回だってするよ。まあ、あとさ、あの、1億回話してる話で言ったら、ほら、まだあるから、あの、レン君が、つかめを、うん、あの、みんなで撮り終わって、そう、なんか、場を止めて、レン君が最後に感謝のさ、挨拶をするじゃん、スタッフの方々に。うん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 。あの時の、なんか、キリッとした、凛とした、なんか、リーダーシップの塊みたいな、レン君の感じが、たまらないんですよ。ありがとう、もう一語一句同意だわ、もう全部言ってくれた。いや、マジで、いや、めっちゃかっこいいじゃん、めっちゃかっこいいと思って。いや、わかる、しかもさ、あの時のレン君の声めっちゃ男らしくない？いや、わかる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 そう、なんかさ、最近のレン君ってさ、まあ、デビューしてからとかもなんかふわふわっとした可愛いレン君っていうのも、もちろんそれも好きだし、なんかその印象がちょっと強いんだけど、うん、あの挨拶の時のレン君マジなんかもうドス聞いた男らしい声で、そう、すっごいかっこいいよね。そうなん、でもさ、もしかしたら JO1 の時もその挨拶ってなった時に、いや、バチコーン決めてる時あるんかもしれんね。ああ、そうだね。
うん、あでもヨナもいるか、ヨナも良さそうだね。でもレン君もいいよね、うん、でもとりあえずつかめのあの時のレン君はやっぱちょっと、いやいいわってなるね。いやいいね。でさ、そんなかっこいいレン君テーマ曲の最後めっちゃかっこよかったけど、そのテーマ曲の収録の休憩中に木又がマジ眠いっすって言ったん、めっちゃ笑ったわいやでもね、てかさ、木又もやっぱめっちゃいいよね、そのなんかやっぱいいよね。なんかね、正直さ、僕さ、木又ってさ、あの日プー中押してなかったから、うんうん、デビュー決まってから押してるから、なんかあんまりあのオーディション中の記憶ってそこまでないんだけど、うん、なんか改めて見たらめっちゃ良かったね。いや本当なんか良かったし、なんか木又さんもやっぱりディレクターズカットだから結構さ映るじゃん。うん、やっぱなんかね、気になる存在としてはやっぱりね、最高の男だなって思うよね。うんね、なんかさ、確かに当時はさ、なんか分量少ないって言われてたじゃん、すごい。うんうんうん、うん、でも確かに今回編集でね、めちゃくちゃ映るもんね。私はね、木又さんで言うとね、バスの中でめっちゃアイメイクしてるところがめっちゃ気になったしてたね。いやすごいアイメイクしてると思って、パレットでしてると思ってさ、パレットだっけな、なんか割とちゃんとしてると思ってまあ、あとはさ、やっぱね、最初の方の名場面で言ったら、まあいろいろあるんだけど、個人的には敬語がワーナーさんにちょっと怒られちゃうやつっていうのがやっぱなんかピリッとするし、ああ、ここはすごい見せ場じゃないですかってすごい思った。あー確かに、なんか当時もすげえドキドキしたのをあれでなんか思い出したわね。なんかまたさ、今考えれば敬語とシオンって日プの時で言ったらちょっとさちょっといいコンビだよね。確かにちょっとヒヤヒヤコンビってこうお騒がせっていうかね。いやすごいさ、私なんならその二人めっちゃ好きだから、なんか DNA なんならこちらは結構応援してた気がするわ。いやいいよね、てかいいよねこの二人ね。ステージでしかもさ、終わったらなんかシオンがね、その後なんか二人の株が上がったと思いますって言ってたからもうちょっと二人の株が上がったと思いますって本人が言ったと思ってなんか本当に、いやなんかさ、さっき収録前もいろいろ言ってたけどさ、雑談で、うん、なんかもうシオンの発言マジおもろいよね。そう、面白い本当ね。なんかやっぱそういう予測できない感じの発言しちゃうのすごいね、すごい好き。うん、わかる。なんかちょっと前後するけど、なんかそのクラス分けでさ、うん、クラス移動するじゃん。でシオンはさ、うん、C から A に行ったじゃん。なんだけど、そのなんかクラス、なんか再評価のクラス分けのカードをもらった時、うん、なんか A になったんだけど、インタビューの時になんか実はうっすら A って見えててとかって言ってて言ってた、言ってましたねそう、もううっすら見えてること別に言わんでいいのよ。なんかもうさ、そういうなんか良さがあるよね。なんつうの、全てを伝えてくれるじゃん、その時に起こった、その時に自分が感じたことをもうすぐストレートに伝えてくれる面白さ。そう、なんかシオンは忖度とかそういうのないんよ。いやいいよ、シオンはそういうのが魅力だからいいね。もうなんかもう言ってくれる感じね、何でもね。でもさ、そこら辺のさ、その再評価のあたりで言ったらさ、逆に寡黙な匠っていうのもなんかいいよね。あー確かに、なんかほんとストイックだよね、ずっとね。なんかさ、やっぱちょっと野球部感があるよね、まだ最初の方って。わかるわかる。なんかなんかさ、当時もなんか言われてた気がするんだけど、結局 A クラスに入ってきて、なんかよろしくお願いしますみたいな感じでお辞儀するんだけど、すごいさ、まず90度なんだよお辞儀が。でその時にその時になんか多分野球部の癖で帽子取る、なんか手がつい帽子取るみたいな動きしちゃってて、うんうん、帽子は別にかぶってないのに、うん、脱帽する流れってことね。そうそうそう、それでやっちゃってって手が、まあ、なんか懐かしいって思ってさ、うん、ちょっと後で見返そうそこ、うん、めっちゃ手がファッてなってるからあ、でもあ違う違うみたいな感じの一瞬動きあってさ、うん、尊いねそういうところが。いいね。だからやっぱさ、緊張しとったんぜ。だってほら、なんかさ A クラスになったけど、なんかレン君とかいて怖いみたいなこと言ってたじゃん。うん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 、うん、いやいいね。やっぱその先輩後輩みたいな、やっぱ厳しいもんね野球部はね。そうだね。で明らかにあの時はレン君が先輩だったもんねそうだね。でもさ、そのよくよく考えれば、その時は怖いって言ってたけど、その次のバトルの話なんだけどさ、なんかレン君が匠を選んで、まあ、一緒にやるじゃん。なんだっけ、グループバトルだっけ。うん、グループバトル、レイザーフラッグね全て教えてくれてありがとう、うん、なんかその時に、その時はすごいさ、もうレン君からの愛というか、なんかそういうのが伝わってて、どんどん仲良くなってって、結構2人の絡みがそっから増えてくじゃん。
そうね、なんかそれをやっぱなんか関係性もさ、やっぱこのなんかディレクターズカットでちょっと見れるのが良くない？こう変わっていく感じがいいね。しかもそれがさ、もうすぐね、なんか凝縮されてるから、なんかもうそのね、わかる、そのドラマ模様もね、すごいわかりやすいもんね。うん、いや、わかる。もうなんかさ、そこら辺でもうさ、カワカワがさ、もうカワカワしとるんよ。カワ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 してて、なんか一緒にご飯、横でメガネ、同じようなメガネかけてご飯食べてる、めっちゃ尊いよね。ちょっと待って、怖い。それ言おうと思ってメモっとったの。いやいや、そこ最高じゃない？めっちゃ可愛いよね。いや、わかる。ショーのなんかさ、辛いスープ飲んどるやつやろ。うんうん。そう、並んでスープ飲んどるカワカワがさ、同じようなメガネしとるんね。ね、そう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 。めっちゃ尊いよね、あそこね。そうでさ、しかもその時の、もうその時の話いっぱいしちゃうけど、まあ、その時のさ、エピソード自体は、本当に、匠と一緒にデビューしたいから、匠がセンターになった時、どういう感じになるのか、なんかそういう景色を見せてあげたいみたいなさ、なんか場の機会を作って、一緒にデビューするっていう、なんかちょっと今までにないすごい視点だなと思って、レン君が。いや、すごいよね。なんかそう、オーディション番組でその視点になるのすごいよね。いや、普通はさ、自分がデビューがベスト、一番なんか、なんだろう、一番の第一希望じゃん。ってか、なんならそれ以外の希望はもうないじゃん。自分がデビューが絶対じゃん。もうそれ以外別にいらないみたいな。そうだね。だってもう、他のメンバーもさ、インタビューで言ってたけど、オーディション番組なんて個人戦だからさ、自分がいかに勝つかみたいな、自分がいかにそうデビューに持ってくかみたいなところがさ、一番重要じゃん。すごいよね。他のメンバーのこと考えるって。なんか、まあ確かに順位は高かったけど、でも別に確約されてるわけじゃないから、普通だったらさ、そこでそういう考えになかなかなれないよね。うん、なれないなれない。絶対安心なんてできないもんだって。そこでさ、匠に場を作って一緒にめっちゃ教えて一緒にデビューしようっていうさ、そのデビューを信じてるからこそできるなんかっていう、いや、すごっと思って、いや、素晴らしい。なんかそこでまた、いや、レン君やばって思ったわ。なんか多分その時も思ったかもしれんけど、当時見てた時もね、うん、ちょっと時が経って忘れてたのか、改めて見てやばってなったよね。初めて聞いた衝撃並みにすごいなんか感動した。うんその時も多分思ってたかもしれんけどね。そうそうそう、当時も絶対そう思ったんだけど、そう、うん、いや、改めていいエピソードだったね。でさ、そのグループバトルってさ、あの第1回の順位発表式を経てのグループバトルだったじゃん。で、その順位発表式ですごい印象的だったんが、レン君と匠と豆ちゃん、そう、川川豆の3人が、うん、なんかその順位発表式終わった後に、あの頂上で3人で囲んで泣くんよ。なんか3人で絵になって囲んで泣いとったんね。え？なんか私見落としてるな。なんなの？すごいね。トップ3なんに。ね。え、何の泣きかな？そう。なんかそれに感動したんよ。だってさ、別に自分たち1位、2位、3位なんよ。それなのに3人囲んで泣くん。なんかそれってなんかすげえ深いなと思って。全然その深さ私には分からんけど、やっぱりあれかな。なんかみんな思ってってこと？いや、なんかさ、その一言で表せない何かがあるんじゃない？多分、まあ、喜びってか、嬉しいって気持ちもあるとは思うんだけど、なんかやっぱみんな張り詰めとったんかなみたいな。あー、そうだね。なるほど。てか、なんなら重圧もあるよね。なんていうの？やっぱ、その上位権でいるであろうみたいな人たちは、その人たちなりのやっぱプレッシャーがあるもんね。うん、そうだね。やっぱこの3人はさ、結構最初から注目はされてたもんね。いや、そうよ。で、うん、かやっぱ順位発表式ってさ、やっぱりさ、すっごい残酷だけど、やっぱすっごい面白いよね。そうね、ドラマチックだよね。ね。そうね。いや、もうその順位発表式で言うとさ、もうシオンもさ、なんか結構さ、もう暴れん坊のシオンだったじゃん、最初はずっと。シオンの暴れん坊だからね、本当に。そう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 。暴れん坊でさ、すごい尖ってて、なんか結構問題児みたいな感じだったけどさ、うん、もう順位発表式ですごい泣く感じがね。なんか最初から好きだったけど、あそこでもっと好きになった。シオンはね、本当にやっぱりどんどん株が上がってく、なんかなんていうの、やっぱ最初ネガティブで若干始まって、顔はいいけどみたいなさ、なんかすごい堂々としてスター性もあって、顔はいいけどみたいなところからの、あのシオンくんみたいな、ニコみたいなとこからのまだ言うから、うん、そこ大好きだからさ、シオンくんニコってとこからのDNA のとこじゃんそれ。そうそうそう、からのなんかやっぱちょいちょい見せる友情、なんか人情味熱そうなところだよね。うん、いや、そうね、わかるわ。だってあのニット、あの赤いニット買おうとしとったもん俺。いや、言ってたそれ。
それ言ってた。 Everybody hates me っていうそれ YouTube でも言ってた絶対言ってたよ。でそうあのニットずあのニット ZOZO で見つけて買おうとしてたからねでもめちゃくちゃさ、あれステージ衣装じゃない場合結構厳しいよね英語的に。 Everybody hates me、 自意識みたいな。そうさすがにちょっと着れんかったからやめたけど、あんなんシオンぐらいしか着れんよ Everybody hates me は。そうそうそう、シオンにぴったしのニットだもんねまあ他にね、いろいろなんかちょっと気になったエピソードっていうか気になったシーンが、なんかグループバトルの練習の時にルキがこうやって前髪ちょんまげにしょった。うんうん、その王子のちょんまげがねすごい良かった細けえ、マジで細かいわ。でもなんかさ、ルキさ、私はルキで、ルキのなんだろう、良さというか、最初の方ってあんま目立つ感じじゃなかったじゃん。もちろん、その活動してたから固定のファンがいるっていうのは知ってたんだけど、やっぱ最初の方はどうしても目立つメンバーばっかり映ってた印象だったんだけど、あの、どんどん途中から存在感とかステージで頭角を現してくる感じ、めっちゃいいよね。わかる。いや、僕はね、そのポジションバトルのオーバーザトップ2班がめちゃくちゃ好きなのね、平成ジャンプの。当時も言ってたかもしれん、確かに。そうそう、ルキセンターでね、あの曲のね、躍動感っていうか、そのね、本田くんの振り付けといいね、もうね、メンバーが最高なんよ。そうそう、なんか初心者、ダンス初心者もめちゃくちゃ多いんだけど、なんかね、チームが一体となるね、あれこそが本当ね、プリューの醍醐味っていうかね、ステージのね、醍醐味な感じがして。そう。で、そこでさ、センター、ルキでめちゃくちゃかっこよかったから。あとさ、ルキで言ったらさ、そのインタビュー、ルキ自身が語ったさ、J1 になってから語ったインタビューでさ、ちょっと前の話だけど、あの、再評価の時に A になれなかったので、宿舎に行くバス、戻るとこかな、ちょっと忘れたけど、とりあえずバスの後ろに座って、ひっそりとわからないように泣いたって、なんか言ってたじゃん。言ってた。ルキ泣くんと思って。ねえ。なんかさ、王子が泣くと思ったらちょっとさ、いいよね。しかもなんかあのさ、結構クールな、なんつうの、スッとさ、爽やかなさ、顔してるけど、ちゃんなんかめちゃくちゃさ、悔しいっていうか、悔しがるっていうか、なんかそういうのがいいよね、めちゃくちゃ。なんかただかっこいいだけじゃない感じ、うん、なんかそれで言うと、そのクラスのさ、再評価、再編成で、C から B に行ったじゃん、ルキって。うんうん、で、初戦も C から B なんよ。で、C から B に移動した時の、初戦とルキの並びめっちゃかっこいい。え、思った。え、なんかさ、これ決まってる並びなんて思ったもん。なんかさ、JO1 になる素材として集まってきたさ、うまいこと、なんか固まりすぎじゃない?そう。なんかさ、もう決まってたかのような並びだったよね、あれで。そう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 。めっちゃわかる。そう。でもなんかそう、まあ悔しがるって言った点では、もう初戦もさ、なんか全然 C から B でも全然嬉しくなかったです、みたいな。うんうんうん。うん、初戦もさ、熱い男じゃん。いや、そうだね。そう。だからあの並びね、そう、本人たちは悔しがってただろうけど、あの並びめっちゃかっこいいなと思っとってみたったん。いや、本当にあの二人はね、いいよね。で、なんか、ヨナ気になったシーンとか面白かったんが、なんかそのさ、宿舎ちょいちょい映るじゃん。うん。で、なんかそのさ、定点カメラで、なんかみんながさ、練習してたりとか、喋ってたりとか、そういうシーンで、なんか、ヨナが筋トレ始めるんよ。うん、わかるよ。で、そう。テロップで、ヨナシロは日課の筋トレって書いてあった。なんかさ、あれでしょ、巻きつけてさ、引っ張ってるやつでしょ。ゴムか何かチューブか。そう、めっちゃ安定だわと思って。なんかさ、ヨナと純喜がそう一緒にやっぱシクパだったからさ、ちょいちょいやっぱ絡みみたいな、なんか2人がこう横にいるとなんかどっちも安心して話してる感じがいいなと思ったんよね。もうこの時からすでに。わかる。結構じゃれ合っててね、なんか純喜がヨナに寄りかかったりとかね、なんかしてたりしてたよね。で、その純喜で言ったら、もう純喜もさ、さっきその匠がさ、すごい野球部感って言ったけど。うんうん、なんか純喜はほんとなんか就活生感っていうかさ、うんうん、なんかもうほんと大学から飛び出てきましたみたいな、もうさ、ハキハキした好青年っていうか、わかる、新卒で入社しましたみたいな子だよね。そう、ほんとなんか初々しい礼儀正しい子みたいな。あとはね、私はさ、これ見て思い出したんが純喜で、なんか純喜
ってやっぱ高音すごかったじゃん当時から。でもちろんさ、そのポジションバトルの時にあのボーカルを選んでたから活躍してるのも知ってたんだけど、やっぱダンスもやってかつボーカルも上手いみたいなのがやっぱ理想じゃんアイドルって。うん、そうね。そうなった時に次のなんだっけ、何バトル、グループバトルか、グループバトルでなんかその両方をなんかやろうとしてて、かつめっちゃ高音伸びててさ、なんかこれなんか K-POP 感めっちゃあると思って、その時、うんうんうん、すごい私そこら辺からめっちゃ純喜、なんか純喜はなんかデビューの感じが見えると思って、結構心でね、うんうん、めちゃめちゃ応援してたんよ。なんかそれめっちゃ思い出した。うん、いやそうね、確かになんか純喜すごい K-POP 声だったもんね。なんか伸びて、うん、ジェファンがさ、ほら歌で言ったらジェファン最強とか思ってたけど、なんか日本でもこんだけ高音出せるんだみたいな、突き抜ける、でしかもダンスしながらみたいな。いやなんかそれだからデビューしてマジでよかったと思ってね。最初ダンス苦手そうだったから大丈夫かなと思ったけど、ちゃんとね追いついてきたもんね、ダンスもね。うん、なんなら今は別にね、なんかそういうことも全く思わないもんね、当たり前だけど。全く思う。うん、いや本当に。なんならボーントゥビーのセンター様ですから。よかった、ジロワンにいてくれて。ねえ、ボーントゥビーはーだからね。言いたい。たったらたったったったら。そっから歩いてくるから。てってれって。それライブのやつだから。そうそうそう。あとスカイで言ったら、なんかスカイはまずそもそもさ、再評価で F に下がって、めちゃくちゃさ、もううつむいてるスカイみたいな。なんなら最初 B クラスだったんだね、なんか覚えてなかったわ。いや私はね、なんとなく覚えてたよ。なんかグラマルススカイだっけ。合ってる合ってる、チームスカイだもん、歌ってたよね。あーそうだそうだそうだね、あれだよね、ソラ君とだね、うん、そこですごいいい感じで F でっていう。なんかでもスカイはこのディレクターズカット 1,2 話の感じよりは多分3で収録されてるであろうコンセプトバトルのあたりからの爆上げ感、一気にガンって登ってった感じがめっちゃ印象的だったから、この時の印象っていうよりもそっちって感じなんよね私は。わかるわかる。なんだ、当時もさ見てて、だって最初のね順位発表式も33位だったんよ。確かになんか僕もあんまりなんか番組中はあんまり気づけてなくって、うん、確かに本当一気に最後一気にグインって駆け登ったって感じだもんね。いやわかる、あのね、なんならねもう最後私投票してたからスカイに。おマジで。あれなんかこのビジュアルはとてもいいし、しかもステージもさそのコンセプトに爆上げしてたから、そういう波ってあるじゃん、うん、やっぱり。わかるわかるわかる。うん、だから見事にね入れてたら、見事に入ったから見事にと思って。いやすごかったね、あのなんか最後の追い上げね。かっこいいよね、だって今まで一回もそのランク内に入ってなかったよね。うん、そうね。それはまあ敬語もか。うん、敬語も敬語も。懐かしい懐かしいもね。いやなんかすごいね、なんか懐かしいし、なんか今でもすごい話せるね。そうなんで、多分だけど今全部言ったことを1億回話しとると思う。そう、なんでこんな何回もこんな盛り上がって話せるんかね。いや本当に不思議だよね。てか全てのオーディション番組それできるね、もうもはや。できるできるできる、もうできるわ。プデュシリーズ全部やるじゃん。そしたら絶対プエクやるやつじゃんね。お互い推しいたしね。そうそうそう。いやしかしね、なんか気づいたら本当一人ずつ話しちゃって、なんかなんならまだまだ言えることあるね。いやそうなんよ本当に。やっぱさオーディションってさ本当恐ろしいよね。恐ろしい。だってほんと菅井先生のお話とかしたかったもん。いやそうな、私なんかよろしくねって言われてたから太郎に。何がよろしくねなみたいな。だってもう菅井先生のモノマネと言ったらこなまるじゃないですか。いやなんかまあいいや。頑張りますね次。いやてかさ、日プって余じゃあるんかね女の子。あーね、確かに。なんかやっぱスリーとかヨジャーとかそういうなんかも、まあ、そもそもヨジャーの流れがあるんか、ラポネで募集しとるもんね。そうだね、ラポネガールズがいるもんね。あーそうか、そしたらもしヨジャーを日プでやるんだとしたら、まあそのラポネ所属のガールズたちが出てくるってことかな、もしかしたら。なんかそうだね、ガールズもなんかそれなんか LDH っぽいよね。なんか所属してる子たちもオーディションに参加するみたいな。そう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 。うんうんうん、まあそれで二次プロもそうだから。ああそっか、そうだねそうだね。まあそれはそれで結構面白そうだな。やっぱさ
なんか今までの日プって仕方ないけど、あの所属してる練習生いなかったじゃん、その韓国式じゃなかったから、ね、まあ今思えばさ、そのなんだ期間限定じゃないから絶対に日プー側のシステムの方がいいじゃんってさ、今思えばもうめっちゃそれなんだけどさ。わかるわかる、そうだね。うん、なんかでも韓国からこう日プーになった時って、なんかその練習生の良さみたいな、練習生だからこそちょっとクオリティが高いっていう良さがないっていうのが嫌でさ。わかる、だってただのオーディションと何が違うんってなるもんね。そう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 。だけどもしラポネガールズが来たら、なんかどっちもどっちも楽しめるじゃん。うんうん、そうねそうね。うん、だからさちょっとねやってほしいなみたいな。まあめっちゃありそうだけどね。ねえ、めっちゃありそうだけどさ、男の子3連続ってなかなか考えにくいよね。そうだね、うん、確かに。でも本当にありそうだよね。また言うから。あれそう、てかなんならどっちも荒れると思う。男の子来ても荒れるし、女の子来ても荒れる、結果荒れるん。てかもうそもそも日プはやるって言ったら荒れるんよね。そうそうそう、まあ2でも荒れたもんね。でさ、今回は Amazon プライムで配信があったから、まあ、こうやってやったけど、まあ、そもそも3話分、あの3話目ね、エピソード3のところまだ収録してないし、あとは配信自体はさ、ショートプログラムがあるから、これ出す日ね。ね、だからさ、次の JO1 の動画配信が楽しみだよね。そうだね。